っかけはもともと父がいちご農家をしていて、小さい頃から手伝いをしていたんですけど、毎年毎年同じようにはならなくて、作物を作る大変さや難しさを間近で見てきました。でもその分得るものも多く、たくさん成長もでき、すごく楽しく面白いと思いました。たっぷり愛情を込め育て、いちごの白い花が一面に咲いたり、立派ないちごがなった時はすごく嬉しく、こんないちごを食べたら絶対喜ばれるはずと強く思うようになり、2年前に引き継ぎ、現在は母と2人でいちごの栽培をしています。いちごの中のさくらんぼや、ほらほら隠れとけよ。また私忘れてる。ほらほら、おしゃべりが多いとすぐ忘れる。綺麗ですか？これはどっちかっていうとママタイプかしら。子供を育てながらですが、協力し合えることでちゃんと子供との時間を取ることができるのが強みです。仕事とか重いのは自分たちがしなくちゃいけないってなんか思ってくれてるみたいで、何も言わずにもあれです、なんかしてくれます。あ、いいよ持つよとかね。この愛情のこもったいちごを食べてもらって、たくさんの方をハッピーにしたいです。で、成長し続けるいちご農家でありたいなと思います。あこちゃん家の小さな農園のいちごをぜひたくさんの方に食べていただきたいです。